ゼロ濡れガラスの巫女。これいける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 、よしよしよし、745やった、来たわ、と遠いな、見とらして、それ、あ、シャイキ反応してる。この巫女のこと無視してますよ。無視無視やな、ゆりちゃん無視、だいぶ無視してますよ、ゆりちゃん。あ、で、あ、これね、ブロック、オッケー、オッケーで水門が開くと、しよ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 し、これで行くのかい、これで行ったんやな、はい、よし、じゃあ行くぞ、ボールないけど、あ、いたいた、お前開いてる開いてる、で、地味に探索も、はい、あれ探索も十分できたっぽいから、はい、そうやな、できてるよね、地味に、じゃあ、ひそかさんと行きます、行きましょう、はい、ひそか姉さんとこ行きましょう、この向こうにひそかさんが、はい、焦げる一人で、焦げるこれ、乾いてくれへんかな、服このなんか風をこうファーって行ってるはずやから、船乗って、え、でも寒いでしょ、寒いかな、そんな風ごときでね、服がね乾くならね、洗濯とかそうですよ。よう分からんけど、風で、この鳥、この鳥見て、いい、見ましたね、見ましたね、あの海岸にありました、見ました、見ました、その奥には厳島神社みたいですよね、それ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 、うん、なんていうの、日本なんとか遺産みたいなやつ、そうです、世界遺産ですよね、世界遺産、世界遺産、はい、何を言ってるんだ。ほら、着きました、みなかみの宮、はい、どうすんのよこれ、まずこれだろう、結構まだ長いの、まだこれだろう、来るか、まだ長いのかい、オッケー、一応マップは、はい、お、なぜか開けてるけど、そうですね、なぜか開けてるけど、ちょっとこのまま進んでいきましょうか、行きましょう、水浸しのところが多いですね、はい、全然全然、行きましょう、お、早い、外やから足早い、めっちゃ、そうね、めっちゃ足早い、おっと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 、取り忘れ注意ですよ、ごまかしは効かねえよ俺には、はい、右、あー、見てたでしょう今、あなた、俺な、はい、前もどっかで言ったけど反射神経ないっぽい、そうかもね、そう、うん、だからね、多分格闘ゲームとかも結構無理かもしれない、ラグってんのかもよ、ラグ、もしかしてラグかな、うん、ランケーブル変えた方がいいかな、カテゴリー、いや、ランゲーム、カテゴリー、ランゲーム、ランケーブルよりも多分自分だよね、これいけんよね、うん、ランケーブル変えた方がいいんじゃん、カテゴリーを 5,、うん、5位から 7ぐらいに変えた方がいいんじゃん、そうなの、こっちやな、で、こっち、うわ、うわ、あ、危ない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 、あ、引っ張られる、フェイタル、オッケー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 、笑ってやがんな、この女、めっちゃ笑ってた、めっちゃ笑ってたな、今、笑ってんじゃねえよ、笑ってはいけない、笑ってはいかんぞ、笑ってはいけないぞ、撃ってこ、撃ってこ、どんどんな、よし、撃て撃て撃て、こいつはね、でもね、そんなにね、攻撃はしてこないから、こいつこんな攻撃してんの、なに、読みぬれ、あ、来た来た、してくるだけなんで、待ってる待ってる、これだ、オッケー、オッケー、625、やった、まだ遠いな、よし、鳴らし気に変えよう、ちょっともったいないもったいない、これどこ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 、やめてやめてやめて、あ、これよくあるやつ、あ、パニックしてるわ、これよくよくあるやつ、これよくあるやつ、うつうつ、オッケー、縦かな、まだしな、まだしな、こいつ足ないんだ、あ、どこ、足、あ、左、足ないな、こいつ判定、足判定ないっすね、行け、うん、やった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 、いけたいけた、触れ、オッケー、触ろう、オッケー、あー、びっくりした、ポイントいただきます、オッケー、はい、なんか俺夢でここやったような気がすんねんけど、ここで敵出てこんかったからな、夢ではね、夢では、なるほど、あ、じゃあ知ってるのはこれ夢見てからかな、夢かな、まさ夢になってると思うかな、なんとなくね、うん、よしよしよし、オッケー、これね、清めの日って一切使わないですね、もう最初の方だけですよね、これね、ポイント高いからね、最後に、うん、そうなんすよそうそう、持っとくとね、うん、換算してくれるんですよね、このゲーム、まあ、フィルムがないときは使った方がいいのかもしれないけどね、そうやな、そうやな、あんま戦いたくない、はい、もうなんか分かってる手で、なんか今結構走ってませんか、動きが鋭かった俺、何がどこにあるか分かってるような走り方でしたけど、鋭かったか、これね、14式が来てほしいな、はい、そろそろゼロです、ゼロはまず使わない、はい、だいたいだってこう初見だったらここえ、大丈夫、ここ大丈夫っていうまあ、茶番じゃないですけどありますよね、茶番、うん、今は茶番なんですけどね、だいぶこれこそ茶番、うん、これが茶番です、本当に今こそ茶番で、やっぱね、ダメなんですよ、嘘つけないんですよ、そうやな、うん、正直に驚けないというか、これか、あちょっと俺なあのね、うん、もう言い訳は聞きたくないんだよ言い訳はどっかでも言ったと思うけどね、反射神経多分ないっぽい、それもう何回言うんだよ最後まで言い続けるつもりか回復させて回復、引き飽きたっつんだよ、こいつにだいぶ食らったわ俺、まあね、これがゼロシリーズ、これがレガースの巫女終わるまでに
あの、あと5回は成功させてください。そうやな。はい。ノルマやな。ノルマです。あと5回は成功するように。こんな感じのとこまで来てますんで。はい。5回捕まってダメだよ。5回捕まらないようにするんだよ。分かってる。分かりました。分かった。捕まるべきではない。そう、捕まるべからず。はい。調べる。はい。ほこらがある、ね。何もないね。はい。ダメなんだって、あれに捕まるようじゃ。捕まったあかんな。うん、絶対に。あんなものに。これ、ここ行ったら多分正解な気がするから。はいはいはい、はい。こっちかこっちか。走って走って。じゃんじゃん、ひなちゃん。無駄な。オッケー。気をつけよ。14式来い、14式来い。これ。ゼロ式流行ってんな、ね、これ。ゼロ式のオンパレードだ。ゼロ式使えってことでしょうか、なんだセールだな、ゼロ式のセール。これじゃいけない、うん。ゼロ式のデパートやんって感じやな。そういうことになるかな、そういうことになるかな。ゼロ式のデパート。行ってみたいですね。行ってみたいよね。うん、ここが正解っぽいから、まず左見てみましょうか。はい。ほら、なんか撮りましょう、撮りましょう。それは何、フィルム？お、強石、これは熱い。オッケー。これは熱いで。強石はね、あの、死亡フラグの時に大切なので。そう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 。あの、黒巫女さんが来た時に、ね。ええー。過去ね、実は守ってくれてるって。私たち2回やられてるんで。実は守ってくれてたって、はい。そうです。あ、あ、あ、マシーン強いやね、これは。オッケー。はい。はい。よし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 。で、取り終われたのかな、よし、とりあえずは。真ん中行くぜ。はい。じゃあ行きましょう、真ん中へ。ここですね。はい。行きますよ。どうぞ、開けたもれ。開けるぜ。もっこ扉あった、おかめさん。ほんとだ。ここに踊り場？踊り場です。いい、踊って。12回。踊れてねえ。ロボットダンスかよ。レンだったら面白かったかもな、そこ。確かに、うん、よし、はい、これやな、絶対ひそかさんおるぞ、これ。開けんのやめたら、逃げる、開けなくていいんじゃね、ここから逃げる、逃げられない、当然開かないですか。じゃあ今開けてやれよ。開けますか。開けちゃいけないって言われたら開けたくなるでしょう。いきます、開けろ。怖い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 、開けちゃうの。来たー。さあどうなるどうなる。おー入ってた、ひそかさん。お姉さんの、やべやべやべ。あ、これは昔ですかね。これはユーリちゃんのなんか逆の立場ですね。逆やぞ逆やぞ。ひそかさん。うん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 。逆の立ち位置。なんでなんで？来ないでユーリ。はい。秘密を抱えてますからね。そうですそうですそうです。初期であったなこの人。はい。私は柱になってしまった。なっちゃった、黒沢やん。もう終わり。これミクもこんな、これが榊もみんなこんな言ってるね、もう終わりってな、はい、確かに。残ればあなたは助かる。ひそかさんの柱になってしまったということが、うんうん、秘密だったってことですか。ああ、そうやそうや、多分そうや。オッケー。あー、危ない危ない危ねえよ。崖を止まるとこやったな。そうそう、崎山って一緒に落ちちゃう。うんうん、ゲームオーバーになっちゃう。これそうです、これ。あなたは一人で行こうとしているかもしれない。はい、前と逆なんすわ。そうです。今はあなたは一人じゃない。私が一緒にいる間だけでもこっちにいて、少しでもいい、少しだけでもいいの。これ告白みたいなもんで。はい。死にたいのなら一緒に死んであげるから。これもすごいことですよ。うん、そうやんな。はい。死にたいなら一緒に死ぬって。はい。でも。少しの間でもっていうのも気になりますね。うん。思い出しました。ゆうりちゃん可愛いな。あの約束。もうその時から実はもう人柱になることか。多分そうやろな。うん、決まってたんじゃないかと。そうや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 。うんうんうん。でもね、真っ白なんですよね、手が。うまや。うわー、腕毛が。腕毛めっちゃ生えてきた、男性ホルモン。口開いてますね、口が。開いた口が塞がらないっていうことですよね。うわー、ボス来た。やばい。明らかにボス、明らかにボス。待て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 。誰するぞ。すごいね、服。激。よし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 。上半身裸の。ショッターチャンス来た、ショッターチャンス来た、来た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 。すげえな。ひそかさん VS ユーリ。マジでマジでマジで。やべえ、これ大丈夫な、いけんの。オッケー。あー、でも本体がない、本体がない、本体なんかうもやーってしてますよ。ないな、あれは。とりあえずとりあえずあれ、あかんあかんあかん、ロックロックロックすらも効かんねん、できない。こちょこちょ
ロックはできない。あ、来る？撃て、ロックできないからね、もう。来るんちゃう？待て、ロックできなきゃ多分無理ですよ、ね、無理やんな、うん、ってことあれはどうしたらいい、どうしたらいい、あれ逃げるしかないです。待て、うん、ちょっとパリベグパリ、ベグパニック、はい、大丈夫ですか、大丈夫です、行きます、強いです、強いです、ほらで、まずね、顔を出すしかないんで、あ、出た出た出た、オッケーオッケー、よし、今だ、オッケー、まれた、これ怪しいな、これ怪しいな、絶対それね、消しこ、消しかけてくっから、消しかけてくるんだ、うん、絶対消しかけてくる系だ、色が、あー遅かったか、消しかけ系やね、あ、まだこれ出てないわ、本当だ、あ、撃ったら出る、あ、なるほど、よし、間に合った、オッケー、あれやばい、消しかけてくる、そうこれだから消して、これ絶対、なんですか、陰陽師の人たちと一緒で、火の玉ね、そうです、ガキがする、オッケー、色は、異常な色してるから、また本体出てない、それ撃たなきゃダメだ、一回撃つのや、多分一回撃つのや、はい、出ない、あ、時間か、ちょっと、いや、多分ね、全部消さなきゃいけないんじゃないの、かもしれん、ナイス判断、それはかなり正しいかもしれん、来た、ほら、そうや、めっちゃ正しい、それ消しかけてくるぞ。消しかけてくるから消して。うん、いいや。あ、これやばい。ああ、やばい、難しい。これ来る？まだ消えた、待て、わからん。来た。よし。顔やばいっす。顔やばいかったな、今。顔やべっす。この世のものとは思えないぐらいの魚かと思った。はーって口してたな、今。ちょっと。やっぱ水に。入ってしまうと人間たるもの魚っぽくなってしまうんですかね、うん、やっぱり魚っぽく、うん、口開きっぱなし、エラ呼吸じゃないですけど、オッケー、やったか、はい、よしで、劇に変えて、はい、右ですかね、後ろ、いた、まだ出てない、浮遊してんな、あ、出た、あ、消えた、あれ消した、あ、オッケー、来たよ、オッケー、よしよし、これはいけたんちゃうか、いけたんちゃうか、いけたかな、オッケー、よし、触れ、触ってあげて、どこ、あ、え、触る、開ける、あー、やばい、開けたらあかんかったで、今、あ、これ触ったらいいかな、触れ、オッケー、戻されたんで、場所、あー、危なし、ワープ、お、来たれ、これ誰、これひそかさんでしょ、あ、ひそかさん、あ、違う、あ、違うわ。誰？あれ、鏡に映った子じゃないの？あ、そうですよ、最初に、このショーの最初ね、ゆうりちゃんが鏡見た時やんな。映ったセーラー服の子じゃないの？そうですよ、多分そうですよ、黒のね。あれ、ひそかさんじゃないかって言ってたけど、違うっぽいね。誰？え、誰なんだろう。Who is she? はい。はい。Yes? そうですか。あの子が。探してる人ちゃう？これが。あの黒服を依頼主ってですか、そう死んだことが分かっただけでも嬉しい、死んだことが分かったっていうか、もうだって見ちゃったもんね、結局何ですか、助けてあげられなかったって、そういうことやね、やり過ごせないですよね、気持ち的には、そうやんな、それを報告したわけね、依頼主に、みそかさんが見とったことは言ってないんじゃないですか、見とったん、だ今の見とったみたいな感じじゃないですか、だからもう助けられなかったことを言ってないのかもしれない、もしかしたら、だからもう死んじゃってましたみたいな、取り戻すことができた、ひそかさん、まあ、でも大変ですね、人探しは本当に良くないって言ってましたからね、言ってたな、ひそかさんが最初に、お、コットエに帰る、ごめん、ひそかさん元戻れるのね、あれでね、なあの状態から、魔女状態から戻れんねんな、寄ってきた、こっち、帰るんですね、骨董屋に。オッケー。わかりました。じゃあ行きましょう。何事もなく帰れると思ってるよ、おかみちゃん。そうなんですよね。だって大体帰れたら、はしょってくれますもんね。そうやんな。帰る。まあでも、このシーズンね、ランダムがあるので、もしかしたら出ない可能性もありませんか。そういうこと？うん。出ると、いつまでも出ると思うなよ。クロちゃん来るやろ、これ。出る詐欺じゃないですか、やっぱり。クロちゃん来るんちゃう？あ、強石落ちてましたもんね。そう。
よたよた。でもこれで黒来たら逃げられませんよ。ほんまやな。うん。よたよたやもんな。そうです、そうです。でもいつもよたよた状態で逃げてるけどな、階段から。あ、そっか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 。じゃあ。頑張れ頑張れ。ゆうちゃん急げ。ちょっとこれはね、よたりきってないな、ここは。そうです、ね、水が少ないから。ここはまだ、膝下なんで。大丈夫。膝下は大丈夫。安心です。膝下。はい、膝下14センチ。え、ここやったっけ？ここやった。そこですね。そこ以外ないですよね。すまん。うん。扉があった。新しい道があったのかと思った。びっくりした、俺は。こっちやな。あ、なんか素直に戻れますか？いけたよ、いけちゃいけよ、これ。はい。素直に船に乗れた。いけちゃいけちゃ。よかった、船あって。オッケー。おすすむ。はい。船が流されてたら大変ですよね。絶対あるよ。全然ロープとか一切なかったですからね。怒りなかったな、俺たち。そうですよ、怒りなんてなかったです。オールもないしね。あ、しかも帰ってきましたかな、これあんた。はい。よかった。無事帰ってきて。帰ってこれるんですもんね、なぜかここの骨董屋の人たち皆さん。そう、皆さんなぜか帰ってこれる。あんな箱に。もう帰れないって言われて。そう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 。ね、言われるのに。みんな帰ってこれてるんですよ。ちょっと血の気が戻りましたね、顔にね。そうやな、うん、お、これはユーリちゃんにしてあげたことをユーリちゃんがしてくれてると。そういうことやな。ユーリちゃんマジ可愛いな。ユーリちゃん可愛いですよ。トップ。トップ。ナンバーワンですか。ナンバーワン。はい。小さなことが大切な。うんうん、かわいいわ、猫の猫耳とか似合いそう。どう、そういうお姉さんになっちゃったんですね、今ね。残るのか、行くのか残るのか。はい。もうしばらくここにいてもいいですか。もういなさい、死ぬか死なないかってことだな。行くのか行かないかっていうのはじゃないですか。それをまあ言い方を変えてみたと。怖いな。まあ恩人ですからね。そうやな。またでも死にたくて死のうと思ったわけじゃないですからね。まあ、多分例にな、なんかいろいろされたわけよ。でも行くか行かないかって言ってたからおかしい話ですよね。うん、そう思うと。だからやっぱそういう気持ちになるんやろうな。ああ、うん。やっぱりみんな一回見ちゃうと、ちょっとやっぱり気持ち的におかしくなっちゃうっていうか。うん、かもしれんで。お、メンヘラ化ですか。ユーリは彼岸船に乗り、水上の宮へと渡った。そこは心が溢れた巫女たちが、最後に送られる場所だった水上の宮の本殿で密川を発見し、無事に骨董屋へと戻ったユーリと密川は改めて心の絆を確かめ合うのだった。はい。素晴らしい。これで終わりですよね。終わった。S や。SS 取れんかった。残念。くそー。どこでしょうね。なあ。何がいけなかったのか。まあ、しかし。はい。無事、初見クリア。はい。ありがとうございます。よかったー。もっと点良かった時あったんや、ほんでこれ。あったんじゃないですか。うん。というわけで、はい、今回はね、ちょっと茶番入りつつでしたけども、はい、最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。こんなことがないように。以後気をつけます。まあでもね、ちょっとわかんないですよ、原因がね。そうなんですよ、ね。ちょっと幽霊のせいな可能性も高いんで。もしかしたら、あり得るかもしれないですよね。ありえるんでね、ちょっと皆さん。後ろを今見てくださいよ。気をつけて第三者の、ね、目に止まらないようにしてください。というわけで、はい、次回は第13章、はい、マガツヒかな、はい、活用かな、どっちかわからんけど、なんすかね、活用じゃないですか。活用、また来たで、ね、レンさん骨董屋に侵入してくる怨霊を阻止するっていう、はい、これナイト役がまた来ました。これね、私がやりますんで、これおかみさんがやってくれるそうなんで、まあ温かい目で見守ってくださいよ。はい、というわけで最後までご視聴ありがとうございました。はい、ありがとうございます。お楽しみに、バイバーイ。